町の動画情報ナレーターさん募集しますと、商店街がシャッター通りで GMS だとかコンビニエンスストアに売り上げを取られてお店がなくなっているケースが多いと聞いてますが、最近その商店街が元気のある商店街がいくつか全国で現れてます。そのような元気の商店街の中の小さなお店をフォーカスして紹介していただく、そんな動画情報ナレーターさんを募集していきたいと思います。商店街も高齢化して後継ぎがなかなかいないということですが、商店街が何軒か固まればそれなりのモールができるわけですね。そこが今歯抜けのようになくなってますが、今若い人たちがその店舗をお借りして新しいビジネスを広げようとしてます。その時なかなか大家さんは人にそのスペースを貸していただけない現実がありますが、私たち町の動画情報ナレーターとしてはそのように貸していただける店舗を見つけることも私たちの役割だと思います。そこにこんな場所があるんだけどどんな人に来てほしいかなっていうのを誘致するわけですね。そしてその商店街の中のこれはというお店、これはという商品、これはというメニューを動画でスマホで撮影して YouTube にアップして、商店街全体の魅力を発信していきたいと思ってます。商店街もホームページを持っているところはたくさんありますが、なかなかそのホームページをメンテナンスする人とお金が足りないもんですから、作ってみたもののそのままになっているサイトが多いわけです。今はそのようなホームページの桶を作ってから中身を作る時代ではなくて、一つ一つのお店が一つ一つの情報を発信する、それを束ねるという形に変わってきました。今まではホームページというのはホームページがあってそこに分類があってそこに店が並ぶという、今は一軒一軒のお店がそれぞれ情報発信するわけですね。それをカテゴリー別に分けて商店街全体のポータルサイトになるような形がこれからはますます増えてくると思います。その時文字と写真だけでは伝わらないもの、そこには例えばこだわりのお茶があったらお茶の生産者さんたちが作ってる茶摘みをしているところの動画もそこに入れ込みたいわけですね。そのような商店街をテックテック、今週はどこどこの商店街行こうと、今週はちょっと遠いけどあそこの商店街に行ってちょっと図書館で調べ物をしてこんなものを食べて帰ろうかっていうのも、自宅にいながら町の行き先の商店街の情報が見れるわけですから、そのような健康のためにもテクテク歩いて名古屋の隠れた魅力を散策するのも情報動画情報ナレーターの役割としてお願いをしていきたいと思っております。